こんにちは、平井博明です。今回はですね、コースデビューへの道第3弾ということで撮っていきたいと思います。レッスンへそろそろ行ってみましょうかというような動画の内容になってますので、レッスンに興味のある方がいらっしゃいましたら最後までご視聴よろしくお願いいたします。実際に練習場に行かれましたかね？どうですかね？何回かボール打っていただけてればいいんですが、多分お一人でやられてても限界があると思います。本当にこれでいいのかなとかですね、いろいろ疑問点が出てくると思うんで、そうなった場合ですね、やっぱりレッスンで見てもらった方がいいのかななんていう気持ちになると思います。でそういう方に向けてポイントをいくつか言っていきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。どういうレッスンがいいのとかですね、どういうレッスンに行ったらいいのとかっていう悩みあると思うんですけど、まずはネットでもいいです。なんか検索していただくか、インペリアルカントリークラブですね、そこの土曜日担当僕やってますので、そちらに来ていただければ全て教えますけども、そのレッスンに行く場所でお悩みの方はワンナップゴルフの方に LINE いただければ、お近くでしたら見に行きますので、ぜひぜひ LINE をください。まず受けてみないといいレッスンだったか悪いレッスンだったかがちょっとわからないと思います。ただ、口コミなんか今いろいろネットとかで見れると思うんですけども、理想は1対1です。生徒さん1人に対してインストラクター1人つくっていうのがやっぱり一番理想ですよね。その方だけに時間を取ってくれるレッスンが一番いいので、もちろんそうなってくると値段が高くなるんです。なのでそこがネックなんですけども、あとは団体でレッスンを受けるっていうのはあまりおすすめはしないです。特に最初はですね、みんな集まってこれやりましょうっていうのはあまり僕はおすすめはしないんですが、団体でも個々にこう教え方が違ってですね、課題も違う、その方のレベルに合った教え方をしていただけるレッスンに行くことをまずおすすめします。今のご自身のレベルがどれぐらいかっていうのがですね、レッスンに行くと分かります。スコアというのはその日によって違いますので、あまりこうコースに行ったスコアというのは意識しない方がいいですが、レッスンに行って今自分がどういう課題をもらったかですね、そういうことを意識して練習場に持って帰ってきてですね、ご自身で練習していただいた方がいいんですが、一人でやっぱりレッスンに行くとなるとすごく不安があったりですね、すると思います。なので最初はお友達とかですね、ご家族なんかと一緒に体験レッスンなどがあれば行ってみた方がいいと思います。あとはですね、ワンポイントレッスンみたいな感じでですね、30分とか1時間だけ近くの練習場とかで、もしそういうレッスンのプログラムがあれば、そこでレッスンってこういうものなんだというのを分かるだけでもいいので、そういうレッスンを最初受けていただいた方がいいと思います。あとはですね、スイングの動きなんかは、自分が得意な動きと不得意な動きってあるんです。一つ例に出しますと、こう右と左にこう体重移動をしながら体を揺さぶってこうやってリズムとって打つのが得意な方と、あとは軸を意識してその軸に対してくるくるっと回って打つのが得意な方と、大きく分けるとその2パターンあります。なので自分が普段打っているショットを動画で正面から撮っていただいて、どういうタイプのスイングをしているのかというのを自分で知ることもすごく大事です。なのでそしたらレッスンに行った時に、体重移動はこうやって体揺さぶってしなきゃダメだよって言われた時に、私はそれ合います合いませんっていうのがそこで判断しやすくなりますので、そういう自分を知るということもレッスンの一つになります。なので普段からカメラなんか自分のスイングを撮ってですね、自分のスイングを覚えておくということも、大切な一つだと思います。今回はですね、コースまでの道のりとして、レッスンに行ってみましょうかというような内容の、動画を撮っていきましたが、まず絶対レッスンに行かなきゃいけないわけでもないです。ご自身ですごく楽しくていい球が打てるようになったら、それはそれで一番いいと思います。あまりこうレッスンに行かなきゃって焦らずですね、ゆっくり時間をかけて練習された方がいいと思います。では今回の動画以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。今回のうんちくコーナーですが、ターフは取るものではありません。取れるものです。ありがとうございます。